さあ、これって東京国際プロジェクションマッピングアワードボリューム3全作品の上映が終了いたしました。これはですね、審査員の皆様が審査に入って誰が技術を取るのか、この後の7時半から、表彰式の方法を行いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、ここからはフィナーレとなります。花火と音楽、そしてプロジェクションマッピングのコラボレーションにあるスペシャルショータイムをご覧いただきます。音楽はクラブシーンで大きな支持を集めるネネマンさんに、今回のイベントのテーマジャパンをイメージしたトラックをオリジナルで制作していただきました。音に合わせ本日のアワードに出場した学生チームの全3人をライブ序盤に編集した映像を上映し、ここでしか見えない花火、音楽、映像のマッチングをお楽しみいただきましょう。